検疫官が感染、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で、本日厚生労働省が、厚労省の検疫官、こちらは看護師でございますけれども、この方がクルーズ船のダイヤモンド・プリンセス号において、新型コロナウイルスに感染したと発表しました。厚労省は、この検疫官が乗客一人一人に、 接するごとに手や指を消毒し、マスクと手袋を着用、WHO の指針に基づいて作業を行っていたと説明をしておりますが、全身を包む防護服などは身につけておりませんでした。今画面で見ていただいているのは、防衛省自衛隊の医官が クルーズ船において活動している様子でございますが、こちら防衛省の医官の場合は、マスクと手袋、さらに簡易的な防護服、また飛沫を防ぐシールドのようなものを顔につけていることが確認できます。この WHO の指針では、 新型コロナウイルスの感染を防ぐことができないことが、厚労省の検疫官が感染したことによって確認されてしまいましたので、厚労省には今後、新型コロナウイルスに対応していく上で、貴重な人材である医療関係者の皆様が感染し、 十分な対応が取れない事態に陥ることがないように、徹底した感染対策を行っていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました